40万人感謝の突破記念でとしまして、スイッチ3つ用意しました。応募は、チャンネル登録してあることとか、まあ、いつも通りのやつです、はい、ご応募お待ちしております。お待ちしております。よろしくお願いします。よろしくとも。俺やで。あつ森、あつ森、乗り物。おお、すごいやつ。けけけと。すごい。もう10回目ですか。まあ、その辺でしょう。やってきました。はい、ヤクルトスワローズ。シュートファン。あ、その発言がガチじゃねえ。まあまあまあ落ち着いてくださいよ。まあ、前までね、野球知らないってちょくちょく言われてました、はいはい、ですが、はい、我々、はい、福岡ドームの地を踏んでます。スケールが違いますよね。今までの僕と比べてもらってたらもう痛いです。僕と大駅まで回ってこないでしょ。今日ヤフオクドームの地を踏んでヤクルトの選手知らなかったらもう終わりです。なんなら俺明治神宮で生見たことあるし。ということでね、はいはい、お呼びしましょう、あの方。はい、のりさん。お、貫禄がすごい。どうも、東郷智則です。今日もはっしっかりとモノマネしていくからね。さあ、ということでね、やっていきましょう。最悪じゃん。何でも笑える状況でよくそんなに打率が英語詞です。英語詞とか頑張っていきます。ヤクルトやっていきましょう。スタンバイモード。一人目、お願いします。ちょい昔。俺はわかりますよ。二刀流の山田哲人。哲人。動画終わりかけない。二刀流じゃない。山田哲人。哲人はやばくない。人って読まないパターン。わかった。4番バッター。はい、これ行こう。オッケーオッケーオッケー。青木選手、オープンはバリ似てる、マジで。じゃあ2人目お願いします。うるさい。もう早速次やつれたら。バット 200kg もあるし。はい、バットバットバットまだちょっと重いね。はい、じゃあターボさん、アブレラ。はい、ありがとうございます。セーブ。4番バッター、ボルン。ありがとうございます。畠山選手。強いね。日本人の癖がめちゃ強い。3人目どうぞ。あれ、こっちのリアルだ。あ、リアルだ。うわうわうわ、これこれこれ、これ芸人じゃん。これがテストだ。正解。おい、ここからスペシャル問題。もう大体1人しかいない。特徴バカにないとやばい、これこれも完璧です。これは母さん平田。中尾輝き。大丈夫、大丈夫。母を呼ぶ。彼、大丈夫。古田選手や。5人目、ピーチャー。おお、一人しかいねえもん。いいよ。あ、すごい、すげえ、すごい、知ってます。タモさん、あ、会場。いるけどね、いるけどね。ペイさん、小川選手。いや、下半身の粘りがポイントですね。ちなみに小川選手、別名なんていうの。ライアン小川。ちなみに別名なんていうか知る。じゃあ戻ってください。この企画は思うけど、俺ら出番多くね。俺ら高みの見物させてよ。ちょ、変えようよ。俺言ってばね。終わるよ。これちょっと分かるかね。雷神くせえ。ママ手やってる。分かりました。雷神っぽいでしょ。うわっ、違います。出番。今見てるね、ちびっ子たちは分からないと思うんですけど、うん、メジャー行った、ソフトバンク行ったんで、うん、イメージはいいんですけど、ちゃんとヤクルトの選手。俺ら立ち位置変わったら何も喋れない。関係ない。そうなるから気を使ってくる。
れは優しかったんだ。じゃあラスト。あ、わかりました。一緒に。ピボ。ちょ、やらして。これか。こんな感じ。おお。ちょっとね、僕の中で優れたんで、ちょっと違う。あ、違う。まあ何個も持ってます。確かに。特別編ということで持ったりとか。違う。これ当てたらもう笑い抜きで200万あげる。よっしゃ。名字だけでも200万。え、マジで？あ、名字なんてずっと分かるよ。名前が何番？宝。藤岡。はい。イムチャイヨン。ほら200万。ずるいわ。はい、ということで、はい、ヤクルト編終了。あー、もうすごい出てるわ。心臓が。毎回言ってるやつよ。空間ドームでお前ちゃんとしてる中お前守備練習してたよ。夢叶います。あそこであんなんやるやつここで緊張するわけないよ。こっちの方が数倍緊張するね。はい、ということで、まあまあやっぱ似てましたね。このチーム特徴すごくない？癖すごい。確かに立山とかもやばいから芋みたいな。あれでめっちゃ抑えるから。ということで皆さん、プリモの少しでも似てるなと思ったらチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。よろしくお願いします。あれですか、次はどこで？やばい少しでも似てなかったら一回僕1万設定してやばい。